ありがとうございます。こんばんは。ヤッホー。ありがとうございます。スイちゃんこんばんは。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 ありがとうございます。今日は、えっと、6月16日かな。6月16日木曜日の夜の9時半です。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうね。 えっと、ミルキーウェイ、たい焼きありがとうございます。ありがとう。ケンシンさん、たい焼きありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうね。こんばんは、こんばんは、こんばんは。来てくれてありがとうございます。こんばんは。うわぁ、ありがとう。えっと、コえっとたい焼きありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。半魚人さん、たい焼きありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。あり <rule culiar surroundings> <appeals> <r casting> がとうございます。 日日で和菓子の日あそうななのの今日日和菓子の,日なのああそうなの今日和菓子の日だからこういうギフトがあったってことなんで和菓子ギフトなんだろうって思っていたんだけど今日が駄菓子の日だからってことなのえっと小太郎さんえっとたい焼きありがとうございますありがとうおいしいですありがとうございます和菓子食べてないな全く食べてないななんか食べたっけ今日ちょっと待って思い出す。 いや、食べてない。アイス食べた <laughs>。全然関係ない <laughs>。和菓子を食べてないのみんなは食べましたかえっと、キーさん、落眼ありがとうございます。ありがとう。えっと、ロミオさん、鯛焼きありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。レン君、鯛焼きありがとうございます。ありがとう。ムーンさん、鯛焼きありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ゆうたくん、落眼ありがとうございます。ありがとう。 ありがとうね。コレチカさん、落眼ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ささん、たい焼きありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。じゅんさん、たい焼きありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。んと。キーさん、たい焼きありがとうございます。ありがとう。タカちゃん、たい焼きありがとうございます。ありがとうね。ダブルベアさん、落眼ありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうね。 ありがとう、ありがとうこんばんは、こんばんはありがとうございます来てくれてありがとうヤッホーえっ、ー、と敬さん、ご褒美ありがとうございますご褒美ありがとう何のご褒美だいありがとうございますこんばんは、こんばんは来てくれてありがとうございます今日は木曜日かみんなはどんな一日を過ごしましたかでもみんなあれだね食べてないっぽいねあんまあ、駄菓子は駄菓子あんまなんかそんな食べようって思わないとなかなかないもんね 駄菓子ってどこに売ってるあ、でもコンビニも普通に団子とか売ってるか。売ってる気もしてきたな。でもなんかあんまり食べる機会長くてあんま食べてないです。でも今日が駄菓子の日ならなんか食べればよかった。お寿司食べたいいね。いいじゃん。えっ、ー、と、こんばんは。ありがとうございます。来てくれてありがとう。ヤッホー。ありがとうございます。ご褒美。 大福にキウイ入ってるのねえ嘘キウイ入ってた見えなかったキウイキウイの存在見えなかった十一たい焼きありがとうございますありがとうよしですありがとうございますありがとうね宮尾さん落雁ありがとうございますありがとうよしですありがとうございますあわがしわがしごめんだがしって言ってたごめんごめんわ菓子を想像して言ってましたうーんとこんばんはありがとうございます来てくれてありがとう 菓子で一番好きななのは練り切りなんでですけど圧倒的でも普通になんかちょいちょい普通に食べたいなーって気分になるのは団子みたらし団子がめっちゃ食べたくなる時が結構ありますブラックチェイサーさんたい焼きありがとうございますありがとう嬉しいですありがとうございますありがとうねこんばんはこんばんは皆さん来てくれてありがとうございますお仕事や学校だった方お疲れ様でした本日も一日お疲れ様ですお疲れ様。 えっと、こんばんは。ありがとうございます。来てくれてありがとう。お疲れ様です。お疲れ様だよ。皆様。くら寿司じゃなくはま寿司。お、いいじゃん。はま寿司。はま寿司も好きですけど。あの、平日だとさ、はま寿司かな。ちょっと安いよね。確か900、900円じゃないよ。90円くらいで一皿食べれないっけ。気のせいかな。でも確かそんな感じで。はま寿司は、はま寿司だと何が好きだっけな。 吸いちゃった今パッとは出てこないけどなんかはま寿司で好きなメニューがあったんだよなああれだ思い出した鴨そばだ鴨そばがはま寿司で売ってるんですけどそれがすごい好きでした寿司じゃなくてごめんなさいえっとこんばんはありがとうございますひとしさんかわいいありがとうございます嬉しいありがとうありがとうございます平日90円終わったんだって、えー、なんでこんばんはありがとうございます来てくれてありがとうなんで終わっちゃったんだろうがみんな的にはみんな的っていうかもう普通に お客様としてはありがたいお話だったのにね、残念。えっと、なんで終わっちゃったんだろうか。えっと、こんばんはありがとうございます。一人さん、えっとなんだっけ、落岸ありがとうございます。ありがとう寿です。ありがとうございます。回転寿司の免許は魅力的ですからね。ね魅力的だよね。食べたくなっちゃうよね。あ,あると。今ね、寿司郎か、あ、違う違う違う。倉寿司だ。倉寿司に。 イベリ言ったかな私言ったかもしれないんだけどイベリコ豚ラーメンみたいなのが売っててそれがめっちゃ美味しそうだったんだけどそれはちょっとあのやっぱ回転寿司行くとさ魚食べたいっていう気持ちになっちゃってあそこまで固定系のラーメンはちょっと手が届かなかったんですけど今度普通に食べたいなって思ってます終わっちゃったんだちょっと残念だねはま寿司好きだけどまあまた行くけどさでも平日90円って結構違うよね税込み で百十円ってわけじゃないですか、普通の回転寿司、他のところ。九十円だと安いよね。と思ってたけど、そうなんだ。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。ヤッホー。ありがとうね。えっと。うん。そうですね。ローさん、えっと、たい焼きありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうね。ファミマの焼き鳥が九十八円セール。ええー。それは行くしかない。え、しかもぼんじり。 ファミマぼんじりとかさなんかファミマに売ってる焼き鳥って結構皮ももねぎまつくねみたいなイメージだったんだけどそんなのあるの食べたすぎるぼんじり大好きだよ私こんばんはありがとうございます来てくれてありがとうひとしさんハートありがとうございますありがとうメモリアルブック届いてよかった見てねありがとうございます届いてよかったです えっと、平日お寿司食べ放題あるあるので食べたい平日お寿司食べ放題何それやばいねお寿司食べ放題強いな食べたすぎるね私も行きたいそこ連れてってえっとうーん皮とももしか見たことないだよね塩とさタレのさ2種類ずつとあとなんかあってね今とかあっていやないな <laughs> 見たことない気がする あとなんかちょっと変わってるさな何て言ったらいいのかなカモみたいな鴨串みたいなのとかさある時あるそれローソンだからどこだか忘れちゃったんだけどあるけどなんかぼんじりとか売ってるイメージじゃなかったんだよな、うん、そうなんだいいねそれは食べたいわぜひにえっとこれちかさんゴレンジャーダルミミカンパンチありがとうございますありがとうありがとうねどこのお司だっけお寿司じゃない焼き鳥だっけでもローソンかなまあ結構種類豊富あびっくりしたごめんごめんごめん ライトがあるんですけどライトを引っ張っっ張て落としちゃったすみませんすみませんえっとなんな,なんの話すんの忘れちゃった今ね全部吹き飛んでちゃったあーローソンはねあのファミマよりも多分種類が豊富焼き鳥のまあ店舗によるのかもしれないんですけどこんばんはありがとうございます来てくれてありがとう今ファミマが焼き鳥とか気合い入れだしたとかあそうなのえー、楽しみ行きたいぼんじり売ってようはお強いね食べたい行きたい行くこんばんはありがとうございます ってっくりとありがとう。20日か月曜日まで焼き鳥9。1あそうなんだ。20日月曜日まもなくですね。今日16だっけかだよね。まもなくだね。それはあっという間に終わっちゃうやつだ。早めに行かないといけないね。ちょきまるハートありがとうございます。ありがとう。よしです。ありがとうございます。きいさん、がんありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。そっか、20日までか。 19日が父の日だっけだよねあれ日曜日だよねそっか、月曜日までか。なるほど。ぼんじりどこの部位わかんないです。私、全然、あの、鳥とか豚とかのどこの部位とかわかんない。えっと、タンがし,し,したってことしかわかんないです。<laughs> <laughs> それはさすがに嘘かもしれないけど、そのレベルであんまわかんない。ごめんね。えっと、もし気になる場合は調べてみてください。えっと、こんばんはみ,みーちゃん、こんばんは。 今日も涼しかったね,ねえ涼しかったけど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 、明日からすっごい暑くなるらしいよ明日からなんか何度っつってたっけな30度超えるみたいな夏日和りみたいな明日からなんか急激に暑くな関東はなんだけど急激に暑くなるからなんか熱中症にならないように気をつけてくださいみたいなのをすっごいあのテレビで今日やってた気をつけてねみんな。なんか、マスク とかかかしてるかかてるるらななん喉乾いいいこにに気づきにくいみたいなさ私コロナ禍になってから配信でもうしょっちゅう毎,毎日のようにやってたんだけど的なのを今日本当にテレビでずっと放送してた気をつけてくださいみたいな明日から超暑いですみたいな感じだった気をつけてねみんな私も気をつけるわんお外出るときんかさ去年おととしくらいかな手持ちの扇風機を持ってたんですよすっごい便利でそれがさなんか なんていうのかな本当に急に暑いなって思った時にあのー、なんてう汗拭きシートを持っててその汗拭きシートでさ拭くとさ一瞬すごい涼しいじゃないですかそれに手持ちの扇風機をふわーって吹きかける吹きかけるというか手持ちの扇風機使うともう本当に超涼しくなるから必需品だったんですよ夏のでもなんかなくしちゃって2つくらい持ってたの1個もなくて買い替えなきゃかなってちょっと今思ってるもっと探そうかなちゃんと。 探してないかそこまで気合い入れて探してはないんですけどなんかこの間お部屋の掃除した時に見つからなくて「えーって思ってるでも絶対必需品だからなかったら買わなきゃえっ、ー、とこんばんはありがとうございますこのコンビ最強本当に夏央がこう乗り切ってたので <laughs> ライブの時とか本当そうしてたからさあのーまあ、ライブじゃなかったとしても普通に駅な,なんて言ったらいいんだろうな 駅から現場が遠い時とかそれを持ってるだけでもなんかすごいなんかほんと大丈夫な気がしたのなんかもう安心するのよその2セットを持ってるとうーんと「こんばんはありがとうございます」「来てくれてありがとう」「やっほーありがとうね」「買わなきゃ今年も最近し湿度高い」ね「ねちょっと走るだけでさ涼しいはずって思って走っててもさうーん2分くらい走ってパッて止まると汗汗かくっていうかなんかちょっと うんわかる <laughs> ちょっとよくわかんないけど湿度高いんだなって最近思ってました私もえっとこんばんはありがとうございます来てくれてありがとうヤッホーありがとうねえっとうんこんばんはこんばんは私も髪切ったおおお揃いやったーありがとうお揃いだね私もつい先日髪の毛切りましたまだ髪切ってから1週間くらいしか経ってないかもお揃いだね ししましょうこんばんばはじめじめつらいねジミジミらいよね。こんばんはありがとうございます。来てくれてありがとう。やっほやっほー。暑かったら熱中症の方が怖い。そうだね、熱中症気をつけて、ほんとみんな。ほんとにほんとに気をつけて。なんかあんまり熱中症になったことないけど、まださ、なんかエアコンとかつけない方。でもエアコンつけてでも熱中症になるって言うね。いずれにしろ気をつけてください。えっ、ー、とー、こんばんはありがとうございます。来てくれてありがとう。 ショート流行ってる流行ってるっていうかもうラストアイドルがさ活動終了してて区切りだだからねすする子は多いだろうなって感じですやっぱさショートカットにする時ってさ、まあ、女の子あるある実際そういう子いるのかよく分かんないけどまあ、失恋したとかさ、まあ、何かこう変えたいっていう時にする子がまあ、本当にただ普通に夏も近いから夏のために着るっていう子もいるかもしれないけどまあ、今の時期がすごいそれにいろいろと被る。 のに値するから切る子が多いんだろうなって感じで流行ってるかって言われるとわかんないんだけどでも確かに今の時期切ってる子多いねえっとそう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 こんばんはありがとうございます来てくれてありがとうヤっほーありがとうございますありがとうねでも夏前切る子多いですよねでも私は夏に髪切るのちょっと微妙なんだよな髪結べないからさ もうちょっと切れば何も当たるものがなくてなんか暑くないかもしれないんだけど今の長さだともうこの首に当たるから結局暑いしで,でも髪結べないからさあんまり出てきちゃうからさってなるとやっぱ夏切るのってどうなのかなって思う結べた方が涼しい可能性もあるなって思ったりもするどうなんだろうねでも女の子夏切りがちですよねわかんないどうなんのかなえっとこんばんはありがとうございます来てくれてありがとう。 ねほー今日は内巻きよくわかったねありがとうございます今日はほとんど何もセットしてない感じだえっとこれ以上はとりあえず今は切る予定ないけどうーんいやわかんないもうちょっとは切るかもしれないもうもしかしたらねいやでももうこんくらいでいいかなっていうところではあります <laughs> こんばんばはありがとうございます久々にバッサイ切っっちゃった満足してるるわかる結局さ切るまでさあもうちょっと切れたかもしれいもっと切りたいなとかさずっと感情が残り続けて生活するからさだったらもう切っちゃった方がすっきりしますよね。ね私もそのタイプで同じように結構切ってすっきりしてる結構なんかもう満足 <laughs> 満足してます。 こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。やほー。まあ、これ以上は切らないかもしれないな。ただでも伸ばしてもない、今は。とりあえずこの長さをキープする。だから、まあ、美容院行くたびにちょっと切るみたいな感じをしようと思ってます。伸ばしたくなったら、また頑張って伸ばすね。えっと、坊主にはすることないかもしれない。でも一回坊主とかにするとさ、あれっぽいよね。髪質が変わるって言うよね。それは気になる、シンプルに。えっと、 髪短い耳めっっちゃ可愛いなって毎日思って <laughs> 嬉しいありがとうありがとうね美容院の予約の電話あうん、うん、もう前だったら緊張いやでも前っていうか結構ホットペッパーとかでたあの予約することが今まで多かったからあんまりあ連続配信何日だ今日何日だわかんないえっと、うん、ここのねちょっとテロップのところにねガムテープ貼っちゃっててね見えないんだよね 何日六百四十八日おめでとうありがとうございますありがとう六四八ありがとうございますありがとうねロウさんかわいいありがとうございます嬉しいありがとうありがとうございます前まではなんかその結構前「シガちゃんたい焼きありがとうございますありがとうミルキーウェイたい焼きありがとうございますありがとう」 ありがとうございます昔まではホットペッパーで予約してたのでそもそもだからなんかあんまり電話予約みたいのしたことがなくてするとしたら緊張しちゃうからちょっとやだ嫌だっていうか緊張しますね私はで今行ってるところはもう1年半くらいはもうずっと同じとこに行ってるのでもう緊張とか全然なくてホットペッパーで予約してるわけでもないしもう連絡してるので全然全然平気だけど電話予約は緊張するそれは無理だ えっと、こんばんは。ありがとうございます。無理だというか、無理ではないんですけど、ちょっと緊張しちゃうよね。ドキドキしちゃう。えっと、キーさん、楽眼ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。電話は苦手。私も電話苦手。髪の毛明るく、いや、全く予定してないわけじゃないんですけど、全然ね、何色でもいいんですよ、私自身は。なんか絶対暗髪がいいとか、軽くしたくないとか、全然ないんですけど、ブリーチしたくないとかも、全然ないんだけど、でも、 なんとなく暗髪の方が似合う気がしちゃって今ネイルしてない暗髪の方が似合う気がしちゃって暗いのをキープしてるんですけど全然何色でもいい明るくしてるのが見たいってみんながすっごい思ってくれるなら明るく全然するんだけど結構明るくすると好評だなって思うことないんだよね結構なんかどうなんだろうかんない分かんない,んない全然分かんないんだけど暗い方がみんなの反応がいい気がしてた私は勝手にだからそれに合わせてたけど そうそうそう,そう明るい方がいい方もいるのかもしれないよねたまには明るくしたいの夏は明るい方にしたくなるともありえますよね <laughs> 夏は明るくしたくなるみたいなあるよね私あんまそうならないけどえっ、ー、とそうそうえっ、ー、と「こんばんはありがとうございます来てくれてありがとう」やっぱさ結構さファンの方暗髪が好きな方多くないわかんない気のせいかな気のせいだったらごめんなんだけど <laughs> てかそれは人それぞれだとは思うんですけど 多分結構暗い方が好きな人が多いイメージだった私は勝手にねえっとお疲れ様ですお疲れ様ですありがとうございます来てくれてありがとう夏は明るくしたくなるねって言うよね何か明るくしてみようかうんとこんばんはありがとうございます来てくれてありがとう金髪にしてみたい金髪かもうでもブリーチはしないかもしれないなちょっとね直すの直すっていうか 普通の色に戻すのが大変なので、もうブリーチはしないかもしれない私は。ああ、来たよ、たやきちゃんランキング何位これ、じゃあ私見えないんだよね、申し訳ない。何位なの <laughs> やばい、緊張する。何位何位、何位になったやばい、やばい。見えない。てか普通に見えないの教えてもらってもいいですか何位怖い。怖い。目、ね、開けますよ。コメント言いますよ。3、2、 えフフ40位え待って待って待って40位え待って40位あれ待って待って待って分かんなくなっちゃった待って分かんなくなっちゃった <laughs> 分かんない分かんない昨日ないだっけ昨日ないだったっけ <laughs> ちょっと待って昨日ないまず <laughs> まず昨日ないえっ、ー、とー49位だっけえっ、ー <laughs> おかしいよね。なんで上がるのどうして上がってるのなんでなんでどうしてありがとう。ありがとう。なんで上がってるの不思議。たい焼きって不思議。ありがとうございます。私、あんまりたい焼きとか食べたことなくて。 素敵な数字をいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。たい焼きって <laughs> 不思議だなって思って。 えっすごいすごい、ね、なんで上がったんだろうななんで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 上がるのだってさ私昨日49位で配信してなかったのにさ上がることってあるのなんで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 だろうなんでなんだろうなんで上がったんだろう <laughs> 絶対下がってると思ってたんだけどなえっ、ー、とえー、不思議ありがとうありがとうねたい焼きさんたい焼きありがとうございますありがとうありがとうございます ありがとね。なんで上がるんだろう。こねこねこさん、たい焼きありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとね。ジュンジュンさん、たい焼きありがとうございます。ありがとう。ありがとね。え、なの、なんで上がるんだろうどうしてだって昨日、昨日あれから配信全然してなかったのにさ、順位が上がるの。<laughs> 誰が参加してたのえっと <laughs>、不思議、不思議だな。 そう誰が参加してるのこのイベント逆に逆に聞くんだけど <laughs> 分かんないなえっ、ー、とこんばんはありがとうございます来てくれてありがとうえっ、ー、と不思議だねいやありがたいです本当にありがとうございます40位かだってねすごいよね40位ってへえー、ありがとうえっ、ー、とこんばんはありがとうございます来てくれてありがとうヤッホー今日だけで9位上がったんじゃないのえー、すごいね9位も 順位ダンクアップありがとうございます皆さんたい焼きありがとうねお久しぶりですかみきったのでそうありがとう可愛いいうそうれしいありがとう短くしちゃいましたありがとうございますえっとショーたい焼きありがとうございますありがとうたい焼きありがとうねボルさんたい焼きありがとうございますありがとうムーンさん楽眼ありがとうございますありがとう嬉しいですありがとうございますえっと 佐藤ささん、んくらぼああありりりがががとととうううごござざいいいまますす、す嬉しで全ライバー自動参加ごめんなんかさ結局わからないままなんだけどさこれ100位以下絶対1 2 0いるよねライバーさんって100位以下はさランク外みたいな感じの扱いになるのちょっとね結局そこが分かってないままだどういうことなんだろうえっとキイさん落語ありがとうございますありがとうってことはなんか370何,何位みたいな方とかもいるのかな中には。 ちょっとわかんんないんだけどさ私始まった時からさ79位から始まってるからさなんかそ,そんなそんなことあるのかなみたいなわ <laughs> かんないんだけどさえっとうーん1位取ったらどうなっちゃうの1位取れるとねなんかアマゾンギフト券がいただけるらしいですそう <laughs> 6万円分くらいいただけるらしいですよなんかすごくすごいですよねえっとこんばんはありがとうございます来てくれてありがとうヤホー 全ライバー中40人だったらすごいよね。え、当だよね <laughs>。んかどういうことなんだろうみたいな。全ライバーがそもそも何百人何十人いるの何十人じゃないごめん。何千人、何百人ないるのかわからないですけれども。びっくりしちゃうよ。そしたら。えっと、つーつん、えっと、たい焼きありがとうございます。たい焼きありがとう。ありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。来てくれてありがとう。やっほー。うーんと、 すごいねありがとうございますなんかごめんねでもあのこれはあのこの全然気にしないで欲しくて <laughs> 何を気にしないで欲しいかっていうとはこのなんかあの順位が出た時のこの感情のあの感情感情の起伏に皆さん、ね、驚かしてしまってると思うんですけどそこに関しては本当に何も気にしないであの見ててもらえたら嬉しいと思いますえっと小林えっと「たい焼きありがとうございますありがとうありがとうございます太陽」 たい焼き、ありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとね。たい焼き1年分とかではない。そう。たい焼き1年分ではどうやらないらしい。<laughs> どうやら違うらしいんだよ。えっと、50位までアマゾンギフト券もらえる。え本当 <laughs> にやってるじゃあ私、アマゾンギフト券もらえるちゃうの。<laughs> 今のままで行くと、いただけちゃうお話なんですけれども。えっと、そうなの。 そいや困っちゃうっていうか困っちゃってないんですけど <laughs> 嬉しいんだけどそれはびっくりしちゃうなそうなのえっ、ー、とシーマナは計画的にギフト投げさせる <laughs> どういうこと <laughs> 絶対違うでしょそれどういうことえっ、ー、とこんばんはありがとうございますこれちかさんえっ、ー、とたい焼きありがとうございますありがとう嬉しいですありがとうございますどういう計画どういう計画なの <laughs> どうしたらその計画ができるの えっとととこんばんばはあありりががううございます来ててくれなんかねたい焼きのギフトはそう有料のギフトもあるっぽいんだけど無料のギフトもあるっぽくて無料でたい焼きさん投げられるみたいなのでもし無料のたい焼き持ってる方いたら私に送ってく送,送るあのー、飛ばしてくれると嬉しいなって思います無料の持ってたらねあのー、有料のやつは全然全然全然無理しないでほしいので無料のやつ持ってる方は是非私に投げてくれたら嬉しいですえっ、ー、とー うん、ミルキーウェイたい焼きありがとうございますありがとうありがとうございますありがとうねえっ、ー、と1年分たい焼きいやまあ確かにそれはねドドンってこう来ちゃったらそれはびっくりしちゃうんだけどじゃなくてあの県とかでねあのいつでもこう1年間さあのゴールドカードみたいなのをこう提示したらさたい焼きいただけるみたいなねそういうの想像しちゃうよね「純一たい焼きありがとうございますありがとう嬉しいですありがとうございます」 ありがとうね。チャレンジから無料で3個もらえな <laughs> 全然そこもそんなに無理しなくて大丈夫だよ。本当に。<laughs> そんなに無理はしないで。ありがとうございます。ABE48 さん、えっと、たい焼きありがとうございます。ありがとう。 嬉しいですありがとうございますありがとうねボルさんたい焼きありがとうございますありがとう嬉しいですありがとうございますありがとうねみんなにちょっと急に変なこと聞くんだけどいいあ,、うん、あの全然あの気にしないでも気,気にしないでっていうか正解なんてなくて全然ねあのー、普通にどっちみんなだったらどっちっていう究極クエスチョンを聞きたいだけなんですけどハンギュジンさんたい焼きありがとうございます心に入ってるたい焼きありがとう ありがとうございます。ひろさんたい焼きありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうね。全然、あの、本当に、だから何って感じの話なので、頭を難しく考えずに聞いてほしいんですけど、さっきお姉ちゃんと、普通にご飯食べ終わって喋ってたんですよ。喋ってた時に、耳は、急に聞かれた耳は、なんか、0+0 で0な人と、100引く100で0な人。 どっちの方がいいって話をしていってなんかその0足す0っていうのはいい好きなところも嫌いなところもなんもない本当に何にもない人と好きなところも100あるけどめっちゃ嫌いなところも100ある人で、0 <laughs> の人100-100で0の人となんもないなんもない0の人どっちの方が好きですかどっちの方が好きっていうか結婚するとしたらどっちの方がいいですかっていう質問 <laughs> じゃあアンケートしますえー、とどっとあれ投票機能ってどうやってやるんだっけまたうんとじゃあ1が 0+0 いいところも嫌いなところも何もない人で2が好きなところも100嫌いなところも100で0どう,どうぞ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 えっ、ー、とあれできてるかどっちが好きえっ、ー、とー うーん。そうだよ。<laughs> この会話。突然 <laughs>。その時は突然って感じで突然始まりました <laughs>。あ、違う違う、そう。突然じゃないや。なんか、あの、ごめんね、何分しよう。 あじゃあ12人となるまでね時計があのめっちゃ長くてごめんえっとまありますあの幸をねうち飼ってるんですけどワンちゃんをね飼ってて私はなんか本当とに幸に対して本当に何もなん,かなんていうのかな誰がらみとかもしないし毎日散歩に連れて行って。 朝ごはんとかをあげてあのなでなでして一緒に寝るっていう本当になんか幸に対して幸からしてなんか本当に何も害がない人だと思うの私は家族の中で一番でもお姉ちゃんはすっごいだるがらみとかをするし、まあ、散歩にとかも連れて行ってあげるから、まあ、多分お姉ちゃんのことも好きなんだけどだか多分嫌いなお姉ちゃんのこと嫌いポイントも多分幸の中であるんですよ嫌いだけど好きなこともある みたいな人とお姉ちゃんみたいな人と私みたいに何も害がない、多分好きも嫌いも何もなくてまあ好きみたいな人、<laughs> どっちの方がさっちは好きなんだろうって話になって人間とはっていう話になりました <laughs>。と言ったところです。では終わります。切ります。はい。おお二の方が五十七点五というわけで多いですね。二は百足百百引く百でゼロの人かの方が多いっぽい。 へえ <laughs> そうなんだっていうわけかえっ、ー、とサチは2番まあそうだよねそっかそうだよねまあでもその方が楽しいかでも嫌いなところもあるんだよ 100, 100レベルに好きなところも100あるけど嫌いなところも同じくらいあるんだよ好きなことと好きと同じレベルにいやサチがお姉ちゃんに対してどう思ってるかサチしか分からないのでそこは置いといてそれはあのその話からこうなったってだけで。 私は今なんかもうそういうみんなはどうっていうお話なんですけど100嫌いなところもあって100好きなところもある人かでも好きでもなん嫌いでも何でもない人もちょっと <laughs> 微妙だね微妙ですどっちもえっ、ー、と私はあの「好きも嫌いも何もない人がいい」<laughs>「ずっと一緒にいるならね」って思うんですけどえだってもう無ってことでしょ自分に自分からして。<laughs> いや、わかんない。でも好きなとこないのもきついよね。えっ、ー、と、つまんないとは思うんだよな。<laughs> 100は嫌いな項目をせよ。<laughs> 大嫌いだし大好きってことだよね。ちょっとそこ難しいよね。えっ、ー、と、そうだから他人だよ。他人と一緒にいるみたいな感覚よ。もはや。<laughs> 難しいね。っていう話でした。まあ、これには正解はないので、別にみんながどっちでも全然いいと思うんだけれども、ちょっとふと気になって聞いてみました。えっとそれだけです <laughs>。ただ、それだけです。えっとそっかそうだよね。好きと嫌いは紙一重っていう。ああ、じゃあもうそういうことか。じゃ、あ結局ずっと一緒にいる人だったら100好き。100嫌いの方が。 好きななのかもしれないよねまあどっちに転ぶ日もめっちゃあるかもしれないけど今日は本当大っ嫌いもう無理っていう日もあれば <laughs> 今日は好きみたいな日もあるかもしれないってことだもんね紙一重ってことはえっ、ー、と確かに振り回されそうですねそんな感じだとえっ、ー、と「好きは嫌いの裏返しそう言うもね確かにそんな人好きだ <laughs> それはそうですね無な人とずっと一緒にいられるのかなどうなんだろうね人間とはどうなんだろうか まあ無理だよね確かにそれは無理かえっとどうなんだろうゼロの人を好き <laughs> 確かに <laughs> 確かに, <laughs> 確かにまあ、そうですよね深く考えちゃいけないごごめんごめんん深く考えるとこの話ややこしい話になっちゃうのであんま何も考えないんですよごめんね私から聞いたくせにあんまあの <laughs> 確かにややこしいわえっとこんばんはありがとうございます来てくれてありがとう <laughs> 不思議な関係だよねそしたら えっとー「こんばんはありがとうございます」「来てくれてありがとう」じゃあ「一緒に住むなら」とかの方がいいね結婚するなら好きじゃないと結婚できないじゃんってなるからまあ一緒に住むならも友達っていう関係でもいいんですけど的な感じ気になりましたえっ、ー、とーうん好きになると嫌いなところも好きになる器が大きいね <laughs> 素晴らしいえそういうタイプみんなみんなもそういうタイプですか好きな人はもう嫌いなところも全部含めて大好き大好きってなりますかどうなのかなみんなはどうですか気になるえっとうーんどうなんだろうでもそれは多分ね器が大きいと思う多分だけど好き嫌いなところも全部含めて好き最終的にはそうかもしれないけど喧嘩してる時にそれは思えないと思う分かんないけどね 私もお姉ちゃんとか家族とかだけど、まあ、恋人ではないけど好きなとこも嫌なとこもあるけど、まあ、全部含めて好きだけど喧嘩してる時に、うん、まあでもそういうところも好きとは思えない <laughs> そこまで優しくはあれないえっ、ー、とうんえっ、ー、と <laughs> 怖いよねいやもうこういうところもあるしこういうところもほんこういうところもあるしうわもう本当にこういうのもあるけど好き <laughs> とは思えないな えっと、嫌いなところによるね。うん。その時は多分全然好きじゃない <laughs>。まあトータルで考えた時には好きかもしれないとは思うかもしれないな。えっと、こんばんは。ありがとうございます。来てくれてありがとう。ヤっホー。ありがとうね。えっと、嫌いなところは結婚してから見つかる。まあそっか。そっか。大変だね。それだと。ちょっと見抜けないもんね。嫌いなところ。確かに。どうなんだろうね。 でもなんかそれこそなんかあのー、お母さんになんか結婚すると前にも多分配信で話したことあると思うんだけど結婚する人とはなんか一回結婚する前に大きな喧嘩をできたらできたらだけどね、まあ、自分が別にふっかける必要はないけどできればした方がいいっていうのをすごい言われたな、うんていうかそういうのを結構言うよね喧嘩とかできるといいよねーって思いますけどまあでも家族になってからとかの方がやっぱね こうささららけ出すものって多分おあると思うからさ見抜けないっていうかあるだろうねそういうのはえっとこんばんはありがとうございます来てくれてありがとうそのさその素晴らしく大きな喧嘩をさ乗り越えられればそれこそ本当に一緒になれると思うし、まあ、それで無理ならもう仕方がないよねっていうところだと思うのでっていう話を一回したことがあったなこんばんはありがとうございます来てくれてありがとうヤッホーありがとうございますこんばんは 全て見抜くはは難難ししいい確かにそれは難しいよね人間の器が試される <laughs> 器ね器などうなんだろうねでも曲げられないものっていうものはさあるじゃないですかそれぞれ多分みんなそれぞれさあるだろうからさねえまあここに関しては全然折れれるけどこれだけは折れれないみたいなこともさ絶対あると思うからちょっと難しいよねえっと <laughs> みーちゃんが買ってきて楽しみにしたダイソー勝手に食べてても後々好きって言えるその時はうんもう、まあ、絶対明日買ってくるまで口きかないからねというそれはならないかもアイスくらいでさすがに怒らないかもしれないです明日買ってきてよねんうん暗いかもしれないけどあのー、あどれくらいだったら怒るかなゆうぞうさんたい焼きありがとうございますありがとう嬉しいですありがとうございますありがとうね喧嘩して初めて相手のこと気づけることもあるかな確かに大事だねでも大事だよね 喧嘩して初めてまあそれがさいいところでもうよくないところでもうそこで初めて気付けることって大事だよねって思いますわ確かにえっとみーちゃん怒るとうーん結構しょっちゅう言っちゃうんだけどあのー、結構喋れなくなっちゃうタイプですね静かに怒っちゃうタイプなんですよ。キャャャンキャンンキンンおきたゆラグ やばい、緊張待って見えないの？本当にテロップがね。あのガムテープでかかって。でもガムテープ透明なんですよ。だから見,見えそうで見えないみたいなやつでさ。今何位ですか？開けますよ。よ目コメントしてますか？皆さん順位やばいやばい。緊張する。もうコメントしてる。コメントしてますか？目を開けます。3。21。1えー <laughs> えー、待って待って待って27位 <laughs> え二、ー、!27 位待って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 お芝居どころじゃないよ普通にすごくない、ま、<laughs> <laughs> えー、待って待にって私本当に嬉しい本当にありがとうえー、待って待って待って <laughs> すいません 取り乱してすみません。ありがとうございます。<laughs> あすみません。あの。私。みんなに嘘をついてたことがあって。と言えてなかったんですけど。私あんまりたい焼きとか食べたことなくて。本当に。すみません。 してすごい嘘をついてしまっていて昨日私「平然とたい焼きは頭から食べる」って。 それはすごいわこれはすすごごいね <laughs> すごーい嘘つきいや嘘つきだよね私もね思ったんだよね今日さすごいなんかそのなんだたい焼きの話を昨日さすごい盛り上がったじゃないですか,なんかたい焼きのことを結構ぼーっと考えてたんで冷静に考えた時にたい焼き 普通頭から食べるでしょってもうめちゃくちゃ思ってたんだけど、なんかよく考えたの。あの、ローソンとかにやってるさ、あの、もっちいたい焼きみたいなのあるじゃないですか。ああいうやつ絶対尻尾から食べてたなって <laughs> 思い出しちゃって <laughs>。そういえばみんなにいつか言わなきゃって思ってたんだけど、ちょ言いそびれちゃってて、まあ、この場をお返して、庭水彩粉形になってしまったんですけど、あのー、そうなんです <laughs>。私は尻尾から食べるタイプでしたね、実は。えっと、 こんばんばはありがとうございます。スーさんたい焼きありがとうございます。ありがとうしね。すごいねえ。びっくりだよ。27位 ?27 位か。<laughs> びっくりしちゃった。それはびっくりだ。ありがとうね。ありがとう本当に。<laughs> びっくり。33位とか飛んだね。<laughs> 本当に飛んだね。<laughs> 待ってさっき42位だっけ ?42 位からスタートしたんだっけ 今27度でしょすごいねめっちゃすごいじゃんありがとうございますすごいねたい焼きすごいなえっと、後味甘い方そうですね後味甘い方が嬉しいなって思っちゃって <laughs> すいませんえっと、ガミガミたい焼きありがとう嬉しいですありがとうございます1何位ランクアップしてたすごいね

気にしなくて平気で、<laughs> こんな喜んでるから、あの、頑張んないと、みたいな風には思わなくて大丈夫だからね。あの、もちろん、27位、すごすぎて、びっくりしたし、本当に嬉しいんですけど <laughs>、本当に嬉しいけど、全然気を、気を使わなくて大丈夫だから、本当に気使わないでください。えっと、ケイさん、たい焼きありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうね。千秋さん、たい焼きありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう、ありがとう。 えっと、目指せ33位いやもう33位は超えたよ <laughs> だって今27位でしょすごいねわかんないもしかしたら明日順位下がってるかもしれないし全然あれなんですけどえっとキーさんたい焼きありがとうございますありがとう袋に入ってるたい焼きありがとうありがとうございますうーんとトップ10に1回でもランクインしたらたい焼きもぐもぐ配信そうだねたい焼き食べないとねたい焼きってどこに売ってるんだろうかいや普通に売ってるかコンビニに売ってるのかな こんばんばはありがとうございます。来てくれてありがとう。みーちゃんと血液型同じ。あ、本当に大型ですか私は大型のカニ座です。同じ方はいるかいロミオさん、えっ、ー、と、たい焼きありがとうございます。ありがとう。うれしいです。ありがとうございます。そしてうさぎ年です。えっ、ー、と、33円は何ももらえない。そうだね。いや、でも40円以内かなんかギフト券がもらえ、いただけるのかしらんえっ、ー、と、ゆうたくん、たい焼きありがとうございます。ありがとう。うれしいです。ありがとうございます。ありがとうね。 そっ,そっかそっかそっかまあ全然本当にたい焼きは全然全然,全然あの無料ギフトであのー、投げてくれる方お待ちしておりますというところです本当にえっと佐藤翔さんたい焼きありがとう袋に入ってるたい焼きありがとうありがとうございますありがとうね30以下かそっかえすごいね30以下になってたよね今すごいなすごいね <laughs> えこれ何人さ参加してるんだろう気になる全ショールームの。 ショールーム配信者ってことだったとしたら結構すごくないだったとしたらすごいよ27日ってすごいよ <laughs> <laughs> すごすぎて怖い <laughs> どうしてどうし,ど,うどうしてなの えっと、キーさん、楽眼ありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。リュとねど、どうしてどうしてだろうか。ローソンにあるよね。あの白餅たい焼き系だったらあるんですよ。でも多分、このみんなが投げてくれてるギフトみたいなたい焼きはど,ちょっとどこに売ってるのかあんま分かんないんだよな。どこにも、どこまで行けばたい焼きって売ってるのかな。全ショールームまで27円 <laughs>。強いね <laughs>。強いね。強いね、それは。こんばんは。ありがとうございます。来てくれてありがとう。 全ライバーなのかな私エントリーしてないので勝手に多分自動参加してるからってなるとやっぱ全ライバーが対象なのかなって思うのねそうだとしたらすごいねすごいわえっとこんばんはありがとうございますポタさんたい焼きありがとうございますありがとう嬉しいですありがとうございますあり,、ね、いありがとうね嬉しいありがとう新潟だから大型に憧れるなんで私は A 型に憧れるよ そ苗の,のねどいっていうか大型って結構さ自分が大型だからなんか大型のことちょっとあの悪く言っちゃうけどなんか大雑把で結構なんかガシャガシャドタバタみたいなイメージが結構あるんだよね A 型はさ結構さマメでっていう印象があるからさいいなーってマメっていうか整理整頓とかすごいできるイメージだしなんかいいなーって私は魅力だったけどなえっ、ー、とこんばんはありがとうございます来てくれてありがとうヤッホーありがとうございます ありがとね、みんな和菓子の方に力を入れてるのかなあーなるほどいやそうだよね確かに確かに確かに私和菓子ランキングの方なんてあの本当に全くさ読み上げてなかった申し訳ない和菓子ランキングは何位くらいなんだろう私っても,もしかしてなんだけど和菓子ランキング確かにあ,あったよね確かにあったなこんばんはありがとうございます500ルームとか行ってるからすごいあそうなの500ルームくらいあるんだ全部で。 どれくらいの人数の方がさショールーム体信してるんだろうと思ってたけど、500人くらいはやってるんだね。えっと、うんこんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。やっほー。ありがとうね。新物、最初から和菓子でいこうって言ってた。あ、なるほどね。和菓子のなんか特典は何なの何がいただけるのかしら。えっと、こないだ実習で和菓子体験やった。えー、いいな何食べたの何の和菓子食べたのいいじゃん。うーんーと、 うーんどうもどうも大型ですどうもどうも私も大型です大型は人は好きだけど大型の自分は嫌いですわかります私も全く同じ感じかも大型の人はすごい好きなんですよ <laughs> わ <laughs> かる自分の大型は大型にもさ多分みんなそれぞれ性格込みでいろいろあるじゃないですか自分の大型は多分相当大雑把でで面倒くさがり屋のドタバタガシャン系の大型だから結構自分はちょっと嫌なんだけどでも大型の人はすごい好きなんですだからわかるその気持ちとっても私もギフト券あそうなんだな何が違うんだろうなんでこう2つあるんだろうなんか前さ海派とい家派と。 なんかヤマハみたいな分かれたじゃないですかそれはなんかさ山の幸海の幸みたいななんかもらえるみたいなあったけどさ今回同じものなのに違うジャンルなの不思議だわんえっと和菓子は50位までアマゾンギフト券あたい焼きは30位なのたい焼きの方が狭き門んなんだ <laughs> なるほどねたい焼きは狭き門なのねなるほどなるほどえっと和菓子は対象ギフトが多いなるほどねへえ なるほど。えっと、こんばんは。ありがとうございます。来てくれてありがとう。やっほやっほー。私新マナ23へめっちゃ強いじゃん。<laughs> 新マナめちゃめちゃ強いじゃん。すごいな。それはすごいわ。新マナ強いな。すごいな。23へおめでとう、新マナ。私はたい焼きだから、共に頑張っていこうね。<laughs> <laughs> 全然そんなたい,たい焼きだよ私みたいなでそこまでガッツガッツしてないので全然あれ,なんですあれですし全然あのたい焼きじゃないですたい焼きじゃないですって言ったらたい焼きに失礼なんですけど和菓子も好きですから私全然たい焼きオンリーにしてますとか全然言ってないし全然たい焼き狙いでもないですたい焼きはあの過剰に反応しちゃうよっていうだけ <laughs> です <laughs> こんばんはありがとうございます来てくれてありがとう。<laughs> 面白い。えっ、ー、と、こんばんは。ありがとうございます。来てくれてありがとう。全然、たい焼き狙いしてません。<laughs> たい焼き狙いしてませんって言うと、あの反応がおかしくなるんですけどあ、そういうわけでもなく、あの、何も、何も狙ってません。あの、私は、あの順位に毎度驚いてる過剰反応しちゃうだけです。<laughs> 面白い。えっ、ー、と、たい焼きはたい焼き、それ以外は和菓子、和菓子ランキングにはいなるほどね。えっ、ー、と、<laughs> タ <laughs> イ焼きの方が好きなので、ね、いやーそうかな。タイ焼きはあんまり食べたことないんです。えっとこんばんはありがとうございます。来てくれてありがとう。こんも来ました。こんばんはこんばんはありがとうございます。来てくれてありがとう。みんな今日も一日お疲れ様です。ありがとうございます。新物は夕型なのかなわかんない。どうなんだろうな。 さっき AB 型って言ってたかって言ったな。でも私結構お友達 AB 型の子多いんだよね。AB 型と O 型って気に合うんだっけ気に合うのかなわかんないけどね。なんか結構 AB 型のお友達多い。友達になろう。1000人の方見に来てくれてありがとうございます。ありがとう。あとね。 A 型の子もやっぱ多い。あと普通に O 型の子も B 型の子も多い。<laughs> なんか自分めっちゃ友達いるみたいな言い方になっちゃった。汗汗。全然そういうわけじゃないんですけど、えっ、ー、と <laughs>、普通にあの全然いろんな血液型の子いたなって思いました。やっぱりよく考えると。明日研修授業頑張ってありがとうございます。ありがとうね。初めて来てくれた方ありがとう。すごいなんか今一気にめっちゃ初めて来てくれた方がめっちゃ来てくれた。ありがとうはじめまして高橋みみです。よろしくお願いします。 ありがとうございますありがとう、ね、めっちゃ <laughs> A 型の子も O 型の子も B 型の子も b 型の子もいっぱいいるんだけどみたいな言い方しちゃって <laughs> 全然そういうわけじゃないんですけど全然まだらにいるっていうことが言いたかっただけです全然友達はちょ正直全然多い方じゃなくてあの全然なんかそのうん全然多い方じゃないです普通にあの血液型がまだらにいるっていうだけでしたえっとこんばんはありがとうございます来てくれてありがとうヤッホーありがとうございます えっと、何々型をこういうタイプって信じる方うんうん、わかんないでも。うん。ちょっと信じるかも。ちょっと信じますね。ちょっとだけ信じるタイプかも。大型の本とか見るの結構好きよ。えっ、ー、と、フォローしてくれた方ありがとうございます。高橋みみです。よろしくお願いします。右上の白のハートをピンクにしてフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。フォロー待ってます。 お待ちしてててまますすこんばんばはあありりががととううございます来てくれてありがとうなんかすごい初訪問の方がいっぱい来てくれた今10人くらい一気に来てくれたありがとうございますありがとねえっとこんばんはただ騒ぎたいだけ違うよん何売ってるんだ えっと、大型の取扱説明みたいなのが流行った。そう,そう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 。本屋、本屋さんじゃなくて、図書館あの、昔図書館でその本をめちゃめちゃ友達と読むっていうのにハマってた時があった。で、しかもそれが結構納得だったんですよ。あ、確かに私こういうとこあるみたいなのが結構、なんていうのかな、細かく書かれていたから、すごい好きでめっちゃ見てたな。そうそう、だからちょっと信じてる。えっと、大型おそろい、おそいさんですね。大型さんです、私も。 えっとこんばんはありがとうございます来てくれてありがとう4種類しかないから細かく分けられないまあ確かにそうだねそうだね好きな食べ物ラーメンお寿司アイスたい焼きうんラーメンお寿司アイスが好きよたい焼きアイスとか食べたいななんか売ってそうじゃないたい焼きにアイスみたいな い焼って中身あんこじゃないですかだからなんか抹茶アイスと合わせてとかめっちゃ美味しそうだなそういうパフェとかありそうだけどどうなのかなみーちゃんこんばんはこんばんはありがとうございます A 型いいじゃん A 型いいですよてかねどの血液型にもなんか憧れ要素があるのでなんかどの血液型も羨ましいなって思っちゃう O 型はなんか蚊に刺されやすいっていう印象があるのでこれからの時期はちょっと戦いだなって思いますなんかよくわかんない蚊かな最近めっちゃ刺されてて私めちゃくちゃ。 蚊に食われまくってここもなんかさっき刺されて赤くなっちゃっててびっくりだよここもなんか刺されてて見えるかな <laughs> 見せ方ここ難しいなここここここもなんか刺されててここも前刺されててその靴は後になっちゃってるじゃないですかなんかあとねちょっと待って見せたい ここもここもなのここもだしこっちもやばくないふーんふーん何これ何これっていうところですごい困ってるんですよね。すっごい虫虫っていうか蚊に刺されててプンスカしてます。えっ、ー、となので虫パッチみたいなの買わないとって思ってて <laughs> 怒ってます。えっ、ー、とこんばんはありがとうございます。私全然刺されないはずだったんですけど。 なぜかすごい最近刺されていて悔しいですえっ、ー、と最近多いよねカなんだよねなんかブンブン飛んでたもん <laughs> でもまだ捕まえられてないんですよねでもさこんなに手刺されてたらさ気づいこうよって感じじゃない <laughs> 私もそろそろさ手に止まってるところを気づきたいんだよねどうしても気づけなくて悔しい毎回毎回多分私はなんかボケとしてるのかなってそんな自分が悔しい うんとこんばんは。ありがとうございます。来てくれてありがとう。にほ気づかないものだね。本当に怖いです。こんなに手支えてるなら気づきたい。えっとこんばんは。ありがとうございます。来てくれてありがとう。んとうんとこんばんは。昨日と絶妙にまつ毛の長さが違う気がする <laughs> え、どういうことだろう。まつ毛はね。多分長さは一緒なんだけど、ビューラーの上がり具合かな？ 昨日の方がパッチリしてましたかおめめどうかなだかんな、ね、い大体同じだと思うんですけどつけまとかはねつけてないよいつも自まつげですえっ、ー、とこんばんはありがとうございます来てくれてありがとう、うん、こんばんは、うんうん、たい焼きと蚊で騒ぎすぎたえっ、ー、と最後まで吸わせた方がかゆくないらしいあそうなの最後まで吸わせてるはずなんですけどねパーンってやってないから吸わせてるはずなのにかゆいよ思っちゃうな 困っっちゃてててまますす、えっと、こんばんばはあありりががととううございます来てくれてありがとうやほーだからなんかねそう最近はその蚊に刺されてるから大型が嫌になりかけてるえー、待って待ってこんなに刺されるみたいな気持ちでちょっと大型嫌だなって思ってるけどわかんない A 型の A 型うん A 型のお母さんとか全然刺されてないもん私とお父さんがすごい最近あの 言ってる、えー、今日も捕まえられなかったのって <laughs> 昨日くらいからいるんですよね家にあ来たやば,いやばいやばいやばい緊張待って待って待ってどうしよう大丈夫かなみんな注意は入力してくれましたかコメント欄に多分今テロップが出た気がしますうわどうしようかなどうしよう見ます3 2 1 二十四位、うおー。待って待って、二十四位。さっき何位だったっけ。二十七位か。二十七位かさっき。ほう。ほ <laughs> う。なるほどなるほど。ちょっとじゃ、あすみません。はい、えっと、はい。えっと、たいがきランキング <laughs>。えっと、二十四位。あの、本当に、ありがとうございます。 そうですねすごく本当に嬉しくてあのまず昨日あの始まった時あの79位からのスタートでしてあのこう昨日はあの終わった時にその少しあの時間が今日の配信まで空いてしまっていたのでちょっと正直順位は下がると思っていましたし今日はもしかしたら100位以下から始まる とも考えていたのでこう順位がちゃんと上がっている姿を見てたい焼きものびのびと海を泳げるんじゃないかなって思います本当にあんまりたい焼きは食べたことないんですけどでも。 すごくたい焼きっていう存在が私の中で日々大きくなっていて本当にこんな素敵な準備をいただけて嬉しいです。なんだか本当に幸せですありがとうございます。 はい、ありがとうございます。すごいね。本当にすごいね。に、24位ありがとうございます。3位 ?4 位違う違う違う。何位上がったんだ ?29 位から24位なんで5位くらい上がったんかなありがとうございます、本当に。びっくりしました、本当に。ありがとう。みやびさん、たい焼きありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。 えっと、マイキュールさん、たい焼き、ありがとうございます。袋に入ってるたい焼き、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。コージー、たい焼き、袋入り、たい焼き、ありがとうございます。ありがとう。リンタロウ、たい焼き、ありがとう。袋に包んでくれて、ありがとう。ジュンさん、たい焼き、ありがとうございます。袋、たい焼き、ありがとう。ありがとうございます。メガネのきよみちゃん、袋、たい焼き、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。う 嬉しいですありがとうございますいやすごいねいやでももう明日ってか今日普通に本当に順位下がってると思って思い込んでたのでなんかちょっと想定外の展開に結構びっくりしてます本当にありがとうガミガミたい焼きありがとうございますありがとう嬉しいですありがとうございますヨイナちゃんたい焼きありがとうありがとうございますありがとうねありがとうありがとうえっと <laughs> えっと うん、こんばんは。ありがとうございます。来てくれてありがとう。ヤッホーありがとうね。すすすえ、どういうこと？どういうこと？もう感激が薄くなった。常連の常医者コメント違う違う。違う,違うあのコメントはあれなんですよ。あの10位くらい飛んで上がってる時はちょっとやっぱ過剰になっちゃうんだけど、その昨日もそうだったところあったの？みんな覚えてるかわかんないんですけど、あの？5位くらい上がってた時はちょ。インタビュー方式なんですよね <laughs>。勝手にあのちょっとルールがあって。 こういうインマイク持ってる系インタビュー方式はそのあのちょっと上が,上がらせていただいた時はインタビュー方式でそのボンって上がった時はそのギャーンってなる <laughs> 方式なのであのちょっと設定があって細かいんですけど <laughs> 今はあのちょい上がりだったのでちょっとインタビュー式でしたすいません <laughs> なんあの上位になってきてあの涙が出なくなったとかじゃなくて <laughs> 今はそういう上がり方だっただけです えっと、こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。<laughs> そうこだわり好きだったので、ちょっと昨日もね、ちゃんと見,んと見てた方はね、そうわかると思うんですけど、そういう方式だったんですよ。えっ、ー、と、こんばんは、ありがとうございます。<laughs> そうそう。あの、上位だからって、ね、その、なんかあの、落ち着いちゃったとかじゃないので安心してください。<laughs> えっと、こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。ヤッホー。<laughs> そう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 。 えーとギューンって上がった時はもう爆発しちゃう感情も <laughs> おかしいね私って本当にえっ、ー、とこんばんはありがとうございます来てくれてありがとうやっほホー違くてあの <laughs> 違うんですよあのすごいあのこう言っちゃうとさなんかなたやき投げないといけないのかなって思ってちゃうかもしれないんですけどそうじゃなくてこのインタビューは下がっててもするし下がってたら下がってたリアクションするので全然あの 上げななきゃってて思わなくて大丈夫でもこれは本当に昨日から言ってるんですけどあの無理しないでほしいんですよね本当にただなんか無料でたい焼きが投げられるみたいなのでもし無料のギフトをまだ手元に持ってる方は <laughs> 投げてもらえたら嬉しいっていう。 だけで、あの、本当にこんな家事反応してるから、脱げなきゃみたいな風には思わないでほしくて、これただのエンターテイメントなので、本当に何も気にしないでほしいんですよね。えっと、メガネのきよみちゃん、えっと、たい焼き、ありがとうございます。ありがとう、嬉シいです。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。 もうすぐかなあ、もう1時間経っちゃった。今日もみんな見に来てくれてありがとう。なんかね、多分1時間配信すると3回くらいたい焼きタイムがあるので <laughs>、ちょっとあのドキドキしちゃいますよね。毎度たい焼きタイムは <laughs>。怖いです <laughs>。ドキドキたい焼きタイムです、本当に。えっ、ー、と、こんばんは。ありがとうございます。無理しないでいいよ。本当に無理しないでほしい。全然大丈夫だからね。ありがとうございます。 えっと、<laughs> 本当に大丈夫なので、安心して見てくれたら嬉しい。たやき投げないとって思わないでほしいです、本当に。まあでももちろん、あのたやきくださった皆さん本当にありがとう。あの嬉しいはの嘘ではないので、本当に嬉しい。本当にありがとう。私にたやきのギフトを投げてくれてありがとう。あの、感謝です。私たやき大好きになっちゃいそう。えっと、<laughs> ありがとうございます。ではランキングを読んでいきたいと思います。 ランキングタイムいきます。ブラックチェイサーさん、たい焼きありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうね。ではでは、うんと、ちょっと待ってね。みやびさん、たい焼きありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。じゃあ、十三位、もふもふさん、ありがとうございます。ありがと。う。そして、十二位、正ょありがとうございます。ありがと。う。そして、十一位、小太郎さん、ありがとうございます。ありがと。う。そして、十0位、ロうさん、ありがとうございます。ありがと。う。 そして、九位、ケンシンさん、ありがとうございます。ありがとう。そして、八位、コネコネコさん、ありがとうございます。ありがとう。そして、七位、ジュンジュンさん、ありがとうございます。ありがとう。そして、六位、ツーツー、ありがとうございます。ありがとう。そして、五位、佐藤翔さん、ありがとうございます。ありがとう。そして、四位、ケイさん、ありがとうございます。ありがとう。そして、三位、ロミオさん、ありがとうございます。ありがとう。そして、二位、ハンギョジンさん、ありがとうございます。ありがとう。 そして、今日の1位はジャラララララランキさんありがとうございます。好きありがとうございます。一応おめでとう。ありがとうございます。そして、今日の33章はじゃらら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 ん、有里さんおめでとうございます。2章です。おめでとう。ありがとうございます。そしてあそしてじゃなくて、あそして13位以内に入ってないよ。という方も見に来てくださってありがとうございました。ありがとう。 今日も一日お疲れ様です。ありがとうございます。明日の配信はなんですけど、多分夜なんですけど、ちょっと多分今日より遅いめの、多分11時くらいから、10時半とか11時くらいからの配信になると思いますので、まあ、また時間が決まり次第お知らせします。では今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。みんなまたね。バイバーイ。ありがとう。